モーターマガジンムービーをご覧の皆様、どうもこんにちは。モータージャーナリストの岡本光一郎です。今回紹介するのはマツダ社のスペシャリストであるオートエクゼがチューニングとカスタマイズを手掛けたこちらのデモカーになります。外観からですね、あとインテリア、そして走りに関するところも一通り手が加えられています。果たしてどんな走りを楽しめるのでしょうか。早速行ってみたいと思います。はい、フロントはこの通りですね。フロントグリルとあとフロントアンダースポイラーがですね交換されていて、こう非常に迫力のある顔立ちになっています。こちらピアノブラック塗装が施されています。ナンバーフレームもこれなんとリアルカーボンですね。タイヤはですね純正そのままで、ホイールがですねレイズ製のホムラという、モデルに交換されています。そしてこちらスポーツサイドバイザーですね。こちらは室内の空気を効率的に排出してくれます。そしてこちらですね、ドアハンドルカバーとプロテクターが装着されています。こちらもカーボン柄になってます。リアもですね、ノーマルに対してこういろいろ装着されていて雰囲気が一変しています。上から順番に見ていきましょう。こちらリアルーフスポイラーですね。これですね非常に抑揚に富んだ形状になっていて、いかにも空力良さそうです。そしてこちらリアサイドカウル、これはですねプレミアムグレードのフロントのインテークと調和したようなデザインになっています。そしてリアアンダーガーニッシュですね。こちらディフューザー風のデザインになっています。そしてポイント、こちらです。スポーツマフラーとマフラーガーニッシュですね。ノーマルの CX60T はダミーマフラーになっているんですけど、こちら左右4本出しのリアルマフラーになっています。ステンレス製です。エンジンルーム見てみましょう。まあ、この下にですね CX60 の特徴であるこの直六のディーゼルエンジンが、あるわけですが、エンジン本体はノーマルです。まず目に入ってくるのがこれですね、ストラットタワーバー。これですね、ストラットタワーとボディをつないだ4点式になっています。そしてこちらラムエアインテークシステムになります。ラムエアです。でさらにこちらがですねシリコン製の、インテークサクションキットになります。こちらのラムエアインテークシステムはリアルカーボンで、こう見た目も非常にかっこいいんですけれど、車種別専用設計で形状も最適に設計されていてですね、こう吸気抵抗が減ってラム圧をかけてですねより効率的に吸気できるようになっています。これによりですねアクセルレスポンスの向上が期待できます。足回りについてはですね、まずオートエクゼではノーマルのタイヤをそのまま使うということを常にもうそのようなやり方でやっています。そしてこの車にはストリートスポーツサスキットが装着されています。車高調整式です。推奨値の車高25ミリダウンになっています。減衰力をあえて固定式とすることで一番良い状態でお乗りくださいということで、あえて減衰力固定式を採用しています。車高が下がった分ですね、スタビライザーの機器を最適化するためにスタビリンクが装着されています。またスタビライザー自体もオプションで、もう少し別の仕様のものが用意されています。では操作系を見てみましょう。まずですねこうシートに座って目に飛び込んでくるのがこちらですね、スポーツステアリングホイールです。こちらナッパレザー製になります。なんと、フラットボトムでですね、上の部分にはこの通り赤いマークも入っていて、エアバッグにもちゃんと対応しています。そしてその奥にカーボンパドルシフトレバーがあります。こちらカーボン製です。リアルカーボンです。操作感も非常に良いです。シフトノブ、これですね球形状でですねアルミアルマイト仕上げになっているのが特徴です。そしてワイドリアビューミラーですね、こうリアがですねこう広くワイドに見えるようになっています。リアシートを座ってみました。足元にご注目ください。こちらセンターフロアバーです。フロントシートのレールに組み込むような形で装着されています。オートエクゼがラインナップしている、数々のボディ剛性アップパーツの中でも一つ特徴的なアイテムです。リアシートに座っても全然煩わしい思いをすることなく、乗降性の妨げにもならずですね、
確実に効果を得られるという優れものです。まずですね、このアクセルを踏み込んだ時にシューっていう音が聞こえるんです。これラムエアインテークシステムの音ですね。こういかにも空気を効率よく吸い込んでる感じが伝わってきます。この車はですね、CX60 の特徴である直六ディーゼルエンジンが搭載されています。この音がですね、このマフラー効果によってですね、より直六の鼓動みたいな感じですね。吸気音も排気音も、一味違うかなと。乗り心地がですね、いいんですよ。これがノーマルの CX60 が出た時にちょっと硬さを感じたのは否めませんでした。それがですね、このオートエクゼのこのデモカーは、まず足回りが変わってます。そしてボディにもですね、一通りブレースバーなど補強パーツが追加されていて剛性が高まっています。そのあたり一連が効いて乗り心地も良くなっているようです。聞いたところではスプリングレートはノーマルよりも低いそうです。で、代わって、ダンパーの、減衰力を上げてあるそうです。なので、ボディ剛性の向上と相まってですね、走りが一変しています。コーナリングが結構気持ちいいんですよ。これこうステアリングを切ると決してフロントはそんな軽くないはずなんですけど、曲がり方は軽やかなんですね。これは結構驚きました。 CX60 がここまでこうひらりひらりと走っていけるとは思いませんでした。それがですね、こうした箱根のワインディングロードを走るとよくわかります。オートエクゼではですね、車体剛性の向上にも相当力を入れています。もともと CX60 はですね、この環状骨格構造的な構造になっていてですね、そこでさらにフロアをつないでやればより強固な形状が出来上がるということでですね、フロア周りを中心に剛性アップのためのアイテムが用意されています。センターフロアバー、フロアクロスバー、あとはフロントのストラットターバーに加えてですね、この車にはですね、メンバーブレースキットということでですね、補強パーツが組み込まれています。さらにこの車には現在開発中のモーションコントロールビームというパーツが装着されています。これは車体のですね、フロアの前端あと後端の左右をつないでですね、それぞれでフリクションを与えて、剛性を出しつつその衝撃はですね、うまくいなすという仕組みになっています。それもですね、この車体剛性の向上と乗り心地の良さに効いているのではないかと思います。さっき試しにリアシートにも乗ってみたんですけど、リアシートの印象も全然違いましたね。この CX60 はですね、独自の構造の足回りになっているんですが、ピロボールっていうのを結構多用していまして、入力が直接車体に伝わってしまう傾向があります。ノーマルだとちょっとガツガツする印象もあったんですが、それがかなり解消しています。オートエクゼが大事にしているのっていうのはあくまでストリートなんですね。この CX60 もまたそのストリートで最適なように快適に気持ちよく走れるように、プレミアムスポーツにふさわしくですね、スポーティーなだけじゃなくてですね、プレミアムな部分も大事にしているかなという、そういう仕上がりになってます。CX60 という車ですね、まだ出て間もないこともあってなかなか難しいと伝え聞きます。で、実際僕もそう思っていたところなんですけど、この車ですね、オートエクゼが丁寧に緻密にチューニングしたおかげでですね、本当に快適にですね、気持ちよく走れるように仕上がっていました。オートエクゼが大事にしているのはトータルチューニングです。車全体でチューニングすることで一番いい状態を作り出すことを大事にしています。
もう一つが感性チューニングです。乗っていかに気持ちよく感じられるか、感性に訴えかけるチューニングです。そうしたオートエクゼのパーツの数々がこの CX60 にも装着されていますが、個々のパーツはマツダディーラーでも購入可能となっています。またですね、オートエクゼでは積極的にこの車を展示する機会も設けられています。どんな車なのかご覧になりたい方はぜひそういったチャンスを活用されると良いかと思います。